この動画は、ロゴ箱のルビーとゴッサンが、いろんな街へ赴き、中古ゲームなどが売ってそうなお店を探索したり、観光名所を巡ったりする動画です。はい、いつもお世話になっております、ロゴファクのロビーです。はい、お世話になっております、ゴッサンです。今回は総人口約50万人、大阪府で第3位の人口を誇ります東大阪市へ行ってまいりました。イエーイ。それでは簡単な東大阪市の紹介をお願いします。はい、東大阪市は大阪府の中河内地域に位置する市、ちょうど大阪市の右にある場所ですね。はい、東大阪市花園ラグビー場を擁するラグビーの街として知られています。2019年にはラグビーワールドカップも開催されていたので、聞いたことがあるという方もいるのではないでしょうか。また技術力の高い中小企業が多数立地するものづくりの街としても知られています。ものづくり。市の東部には生駒山などの山々が連なっており、豊富な自然も残されています。今回は行ってない、ウィキペディアより。こんなもんですね。はい、では早速訪れたお店の紹介に行きましょう。はい、東大阪編、まず最初の店舗はこちら、女神外館新石切店。はい、こちらの店舗は港南の畳コーナーが近くにあるため、店内に畳の匂いが充満していました。電気屋さんにいるのに畳の匂いに包まれる。ゲームコーナーは安定の上心、新作タイトルをしっかり取り揃えているが、中古ソフトは目新しいものがなかったので特に収穫はありませんでした。残念。はい、では次、上心を出まして外環状線を南下、ラグビーワールドカップが行われた花園中央公園方向へ進みます。そこからさらに進むとたどり着くのがこちらの店舗、ゲオ東大阪花園店。はい、まあ、こちらね、薄暗くなりだしたタイミングもあったんで一度通り過ぎてしまいました。ちょうどね、看板に電気がついてなかったタイミングだったので暗くて見えなかったですね。こちらが1階がドラッグストアで、2階にゲオがある形になります。規模としては小さかったんで、レンタルコミックは取り扱っておらず、ゲームコーナーも比較的小さいサイズでした。中古ゲームの収穫は特にありませんでしたが、サントラの収穫がありましたので後ほどご紹介します。はい、次に向かいますは、もう目と鼻の先、もはやゲオから看板が見えてるのかな。はい、こちら、こちらエディオン東大阪店。はい、こちらのゲームコーナーも安定のエディオンとなってまして、 PS4 とスイッチはしっかり取り揃えているものの、中古ゲームに勢いがないかな。ロゴファク的に、ロゴファク的に、まあ、その代わりおもちゃコーナーに目引かれまして、その理由がこちら、はい、ガンプラのポージングに癖があります。ちょっとね、ヘニョヘニョしてるんですね。まあ、原作再現っぽいポーズを取ろうとしているけど、どこか情けないポーズに。惜しい。右のガンダムの立ち方が僕は好きですね。それではガンダムのポージングにほっこりさせてもらった我々は、702号線を西に直進、やがて左側に見えてくるのがこちら、はい、古本市場ひしえ店。はい、ちょっと道全体が暗かったので、またしても早く通り過ぎるとこでした。危ない。お店としましてはジャンクコーナーが充実してるイメージでしたね。はい、棚に入りきらず地べたに置かれてるパレットにもソフトはぎっしりでした。こちらの古市にはですね、前回来た時にはジャンクコーナーはなかったので、つい最近できたのかなというイメージです。最近結構テコ入れしてますね。はい、さすがにゲームの点数が充実していたので、いろいろ収穫がありました。こちらも後ほど紹介したいなと思います。はい、はい、それでは次は店舗の営業時間上の関係で来た道を若干戻ります。中央大通りに戻りまして、外環状線に入ります。そのまま一気に北上して到着したのがこちら、山田電機テックランド東大阪店。はい、平面駐車場も含めるとかなり巨大な敷地の山田電機です。閉店間際の時間だったので、車が全然止まってなくて、より広大さがありました。ただ広かった。
ゲームコーナーは家電量販店定番のラインナップ。ただここの山田電機には珍しく特化ワゴンがあったので覗いてみたのですが、だいたい 3,4 年前くらいの新品ソフトが定価から 50% オフほどくらいの値段だったので、残念ながら手が出ませんでした。はい、ということで気を取り直して中小企業の工場であるお建物が立ち並ぶ道を南西に抜けていきます。すると見えてくるのがブックオフ東大阪吉原店。はい、まさに交差点の角の一等地に立っているお店。他に大きい建物がなかったり、しっかりお店自身がライトアップされていたりと非常に目立っていました。こちらのブックオフでは入り口のすぐ右側にゲームの特化コーナーを設置してくれてました。そちらから発掘はなかったのですが、他の棚からしっかり収穫がありましたので、こちらも後ほど紹介します。それでは次は国道168号線を西に進み中央環状線に合流します。そのまま南に進んでいくとたどり着くのがフォレスポ東大阪の中にあるセガ東大阪。はい、こちらフォレスポ東大阪という複合商業施設の中にあるゲームセンターです。すごい奥行きのある縦長のお店で、入り口から UFO キャッチャー、ファミリー向けのメダルゲーム、そして一番奥にコアゲーマー向けの筐体と、奥に進むにつれ雰囲気が変わっていくレイアウトでした。スーパーやホームセンター、飲食店もあるので、お買い物ついでにゲームができる場所ですね。はい。さて、今回は旅動画を始めて以来初の日をまたいでの収録です。2日目、最初のお店はこちら。JR 学研都市線の河野池新田駅近くのイオンの中にある、ヤマダ電機テックランドイオン河野池店。はい、イオンの中にある電気屋さんということで規模は小さめでした。ゲーム取り扱ってるのかなと思いきや、ありましたが小さい。この写真に写ってる範囲のみのサイズでした。でもしっかり最新タイトルは入荷してたので取り扱いはしている模様です。では168号線に合流、再び中央環状線に合流し、そのまま南下し、先ほどのフレスポ東大阪のちょっと北にあるエディオン中間東大阪店。こちらのエディオンは1階がカインズホーム、2階がエディオンと、なかなか巨大なエディオンでした。そしてエディオンの壁には 3DS の外箱をふんだんに使ったレイアウト、圧巻でした。すごいね。おもちゃコーナーにはヤオ編で紹介したガンプラと甲乙つけがたいガンプラが飾られていました。すごいレベルでした。はい、どうやらこちらの方は店員の桐生さんという方が作られていたようです。エディオンの店員さんはガンプラ好きな方が多いんですかね。この部分だけ機材の不備で映像が映ってないのですが、次に到着したのはこちら、ヤマダ電機テックランド東大阪新家店。こちらのヤマダ電機はゲームコーナーは他のお店と比べて弱い印象のヤマダ電機。こちらも新作は取り揃えているものの、中古はほとんど商品がありませんでした。残念。特徴としましてはね、こちらドラッグストアらしきお店が店内にあるので、家電を買いに来たついでに生活必需品もお買い上げ、そのままの流れで新品ゲームを買うなど、いかがでしょうか。なるほど。再度中央環状線に合流。我々は少し南下した後、702号線に入り西へ進みます。そうすると左手に見えてくるのがトレジャーファクトリー東大阪店。はい、ゲームを取り扱ってる店舗もあるみたいなのですが、前回のトレジャーファクトリー八尾店と同様、こちらの東大阪店もゲームの取り扱いはありませんでした。何ね、ホビー類はね、ちょっと取り扱いがあったんで、そちらに興味のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、次はトレジャーファクトリーを西に出て細い道を北へ、中央通りを通り抜け、東大阪ジャンクションの近くにあります上信東大阪永田店。はい、上信多い、ここも安定の上信ラインナップ。 PS4 スイッチは完備、中古はあるものの残念ながらパンチに欠ける品揃えです。デモ内にジョイコンをつけて巨大スイッチを表しているのは面白かったですね。観測物なのか巨大スイッチに見立ててて面白かったですね。はい、おもちゃコーナーには残念ながらガンプラの展示はなかったんですけども、その代わりに珍しくレゴが飾ってありました。依頼者の車なんかはね、レゴって感じがしますね。そして改めて値段って結構高いのにも驚きです。はい、
北道を少し戻り、先ほど通り抜けた中央通りへ合流。そこから大阪市内方面へと進み、途中ちょっとなんか到着したのは、はい、スーパーオートバックスと見せかけて上信。また上信。上信高井田店です。はい、スーパーオートバックスの主張が激しいですが上信です。こちらは畳の匂いではなくタイヤの匂いが店内に充満しておりました。そう、品揃えは安心の上信でした。しっかり中古の在庫もあるんですけども、まあ上信なのかなということで、はい、ただこちらの上信、他の上信とちょっと違うかったのがこちら、中古の限定版の中身を出して陳列してくれてました。はい、内容物の確認などがしやすくなっておりますね。これこれはね、結構地味にありがたいんですね。そうなんですね、限定版の中身ってやっぱりそうそう見れるものではないですからね。はい、こちらの上信はね、隣にオートバックスがありますんで、メンテナンスをしてもらってる間にこちらの店舗でゲームを買ったりというのもいいのではないでしょうか。はい、近くの172号線に合流しまして、ぐーっとなんか到着したのはロゴファク的に最近穴場の良品会館東大阪店。はい、実はしっかりゲームを取り扱ってくれてるんですね。こちらは結構値段がね、崩れてたり崩れてなかったりで大穴ですよ。はい、ストリートファイターの使用台もあります。店内に響くストリートファイターのステージ曲、はい、ファイナルファンタジー14のね、最新バージョンの PV も流れてましたよ。でこちらちょっと写真が1枚しかないのでわからないんですけども、ショーケースの中にもゲームが陳列されていました。これはこれでなかなかいろいろ面白いものがあったんでね。はい、こちらの店舗も覗いてみたらお宝に巡り合うことがあるかもしれないです。知れないです。さてこの辺りから薄暗くなる時間帯に入ってまいりました。良品会館を出まして国道24号線に合流。今度は東へ進むんですけど、なんせこの道が混む。混んでましたね。まあ、そんな進まない中で到着したのが、はい、上信東大阪店。こちらは特殊な香りは漂っていませんでした。ゲームの方は他の上信と同じく中古の取り扱いはあるものの、これといった発見もなく、ガンプラの方もこれといった発見もなく、残念残念。はい、24号線に再び戻りまして、中央環状線を横断、さらに東へ進み、左手に見えてくるのがゲオ東大阪和歌江店。はい、まあ、こちらのゲオは、PS2 あたりまでの中古の在庫はあったのですが、まあ定番のラインナップだったのかな。これといって収穫は特にありませんでした。はい、レンタルコミックの取り扱いもなかったので、漫画の方も収穫はありませんでした。こちらの店舗はロゴファク的にはゲオセールの時などにアミーボとか買いにお世話になるかもしれないですね。確かに。はい、それではゲオを出てそのまま東に進みます。途中国道21号線をなんかこの辺りでようやく渋滞抜けれたかなという感じ。はい、そうすると暗い道のりの中にドーンと照らされているあのお店、あのお店、ラウンド1東大阪店。ラウンド1東大阪、さすがはラウンド1、ゲームコーナーの機種が充実。やっぱりラウンド1は強いなと思います。おさん、ちょっとだけゲームに勤しみました。次は来た道をそのままそっくり戻っていき、再度中央環状線を横断すると、左手に見えてくるのがこちら、古本市場東大阪店。この道はですね、なんせ渋滞してるんで左折入場の方が入りやすいですね。そう思って後に回しておいたのさ。はい、東大阪店はジャンクコーナーの中に携帯ゲーム機の本体がまあ多かったかなというイメージです。はい、2階の方にですね、ゲームの攻略本も在庫が多数あって、おおって思うものも多いのですが、なかなか値段が高めで手が出なかったですね。そうですね。それでは古本市場を左折、道中細い住宅街の道へと入っていきますが、若干これは道を間違っております。はい、そして目的地最寄りのコインパーキングへと車を止め、たどり着いたのがこちら、アウトバーンと読むそうです。アウトバーン、これはパーキングに車を止めて徒歩で歩いてきてたんですけども、こんな住宅街の方に入っていって大丈夫かなと思っていたんですけど、住宅街というよりかは近畿大学付近でした。実はそうだったんですね。はい、でまあこちらが近畿大学の目の前にあるゲームセンターということで、近畿大学生御用達なんでしょうけど、残念ながら閉まっておりました。
キスとしては新旧の音ゲーを中心に取り揃えたゲームセンターらしいです。ファンには嬉しい5鍵盤タイプの古いビートマニアの筐体もあるとか。あー、夏いやつね。はい、それでは我々は車を止めている駐車場へ戻り、細い道を抜けて北へ。到着したのは近鉄奈良線小坂駅前にあります、ゲオ河内小坂駅前店。おー、駅の真ん前でしたね。こちらの店舗は駅前のお店なのもあって、規模は少し小さめになるんですかね。駐車場もないので車でお越しの際は最寄りのコインパーキングをご利用ください。ゲームコーナーも規模自体は小さかったのですが、商品は多数取り揃えてありました。まあ、スペースがないんでね、ぎゅっとなんか濃縮されたレイアウトをしていました。ゲームで収穫はなかったんですけども、レンタル落ちのコミックがあったのでそちらを物色。コミックレンタルをしてるところはこういう風にレンタル落ちのコミックが安くで置いてあったりするのでありがたいですね。だいぶお買い得。はい、それでは我々は再度車を止めているパーキングへ戻り、今度は近鉄奈良線を西に駅一つ分移動します。はい、到着したのは河内英和駅近くにあるエンジョイパラダイス。エンジョイパラダイス、通称エンパラといったところでしょうか。そうなの、書いてますんでね。でこちらが1階がパチンコ屋さんで、2階にあるのがゲームセンターでした。はい、ビデオゲームが中心でメダルゲームや UFO キャッチャーがなかったのかな。ほぼなかったと思いますね。音ゲーとほぼビデオゲーム中心。はい、そんな中ロゴパクの目に留まったのがこちら、スパイクアウト4台、4人協力プレイも可能。可能、50円で遊べます。お客さんも店員さんも年齢が若く、非常に活気のあるゲームセンターでした。はい、誤差はですね、ラウンド1などの大きいゲームセンターでしか遊んだことがなかったので、こういう雰囲気のゲームセンターは非常に楽しかったです。これが昔ながらのゲームセンターだよ。スパイクアウトを堪能した我々はさらに近鉄奈良線の道沿いを西に進みます。次にたどり着いたのが近鉄布施駅の高架下にありますセガワールド布施。セガワールド布施、こちらは規模が他のゲームセンターとは段違いの大きさでした。はい、まあ、店舗自体の広さもそうなんですけど、ゲーム機の台数や種類がとにかく多い。まあ、この近隣、そして自分も知ってる中ではなかなかに最強クラスのゲームセンターではないでしょうか。昔懐かしっぽいようなね、ムフフな感じの麻雀ゲームもありました。それこそ昔はよくあったんだけどね。その中でもロビー的にはあまり馴染みがなかったけど、今まで気になってたこの筐体ポーカースタジアムに興味津々。そして初プレイ。はい、どうやら大阪でも9店舗しか設置されていないゲームのようです。おう、そのうちの貴重な1店舗がこのセガワールド布施なんですね。これはね、ただのポーカー、オンラインポーカーゲームかなと思いきや非常に楽しいんで、まあ、視聴者の方もちょっと見つけ次第ぜひプレイしてください。遊んでみてはいかがでしょうか。はい、それでは以上が東大阪で訪れた全てのお店になります。では続きまして購入品の紹介に移りましょう。はい、はい、ではまずは古本市場ひしえ店での購入品です。はい、こちらはゲームボーイのカプコンから出ているレッドアリーマー。レッドアリーマー、これは、魔界村シリーズの悪役であるレッドアリーマーが主人公として活躍するアクションゲームです。これなかなか硬派なアクションゲームですよ。これ音楽もすごいですよね。音楽もいいし、アクション性も高いし、難易度も高い。難易度も高い。騙されたと思って一度やってみてはいかがでしょう。まあ名作ですね。名作です。はい、続きましてこちらはロックマンワールド。ロックマンワールド、こちらもさっきのレッドアリーマーと同様、昔ロビーが幼少の頃にやっていたゲームボーイアクションゲームシリーズです。これね、なかなか本家よりも難易度高いんじゃないですかね。まあやらせてもらったけど難しいですねこれ。これなんせ難しく、それでいて名作です。はい、次に購入しましたのはこちらジーコサッカー。出ましたジーコサッカー。まあ中身は普通でした。わかる人だけわかってくださいあと強いて言うならば、ゲームシステムとしてはマウスがあった方がやりやすいんじゃないかなと思う異色のサッカーゲーム。
はい、こちらはジャンクコーナーから発掘してまいりましたスーパーファミコンの魔装鬼神80円。そう、なんと80円。スーパーロボット対戦ガイデンというところに当たるんですけども、こちらスーパーロボット対戦ガイデンの割には 3D マップだわ、顔のグラフィックは変わるわと、当時のバンプレストの本気がうかがえる作品ですね。うん、名作ですよ。表情とか変わるのが新しかったんですね。そう。はい、こちらがセガサターンのデッドアライブ。デッドアライブ初代ですね。初代、強いて言うならばプレステ版よりもさらに前の本当に初代になるのかな。プレステ版に比べると登場キャラが少ない。そう、まあ、当時僕が初めてデッドアライブに出会ったのはプレステ版だったので、セガスターンの方があったのは知りませんでした。ちなみにおっぱいがバインバイが揺れるよ。揺れるよ。はい、こちらもジャンクコーナーから発掘、ビューティフルジョー2。ビューティフルジョー2、まあ、これは昔持ってたというよりかは、昔1はやったことあるんだけど、2をやったことなかったので購入。まあその時点で調べればよかったんですけども、さすがジャンクコーナー、説明書がありませんでした。ここはプロとして、重さで説明書の有無を把握するべき。よかったわ。はい、こちらはごっさんが買いました、剣の町の異邦人。はい。これはね、昔やってたものですね。ほい。で、大体、1000円以上はするという認識なのですが、780円であったので買いました。お買い得じゃないか。お買い得だと思います。ただ、ディスクに傷じゃないんですけども、ちょっと研磨のミスのような模様がついてまして、残念ながら起動はしませんでした。ジャンク品じゃないか。ジャンク品じゃないか。ただ、サントラがついてるんで、780円でサントラを買ったかなと思うとお買い得だと思います。お買い得じゃないか。はい、こちらはブックオフ東大阪吉原店での購入品、 SD ガンダム戦国伝国取物語。国取物語、これも幼少期の頃よくやった。なんか子供の頃パッケージ見たことあります。なんせね、この世代的には結構狭いんですけど、 SD ガンダム世代と言われる層は確かにいるんですよ。ちょっと箱の痛みが激しいのが残念かな。ゲームはできたらいいんだよ、できたら。はあ、はい、ザーコンビニです。ザーコンビニ、これね、2をね昔結構やってたんですけど、はい、1をやったことがないのでちょっと一度触ってみようと思うので買いました。考えたらロビー的にもやったことねえわこれ。はい、まあ、100円だったんでね、お試しにやってみるのはちょうどいいお値段か。はい、 SD ガンダム英雄伝。はい、こちらの SD ガンダム、初代の SD ガンダムブームよりもだいぶ遅れてゲーム化された SD ガンダムのゲームです。パーツをいろいろ組み替えて遊ぶことができるアクションゲームになるんですかね。なんか対戦アクションみたいですね。はい、これもともとロビー持ってるんですけども、未開封なのでゲーム自身楽しめなかったので、遊ぶ用で1枚買ってまいりました。保存用と遊戯用ですね。保存用と遊戯用。こちらはピクシーガーデンベスト版です。ベスト版、パッケージにベスト版、背表紙にベスト版、ディスクにもベスト版とついている。なぜベスト版の推しが激しい。すげえベスト推し。ゲームとしては妖精を育成して惑星を豊かにさせるといった育成シミュレーションのようです。ほうほう、結構ほのぼの眺めながら妖精を育成できそうで面白そうでしたね。はいはい、ボサンのこちらはもうコレクションですね。戦国大戦っていうもう稼働が終了しているアーケードゲームの攻略本です。昔よく遊んでたので思い出を振り返るために買いました。そしてこちらが先ほどの戦国大戦の続編であります三国志大戦のビジュアルブックです。ラウンド1東大阪で遊んでたやつですね。はい、攻略本の収穫は戦場のガールキュリア3です。1、2、4とやってたんですけども、3はちょっとやったことなかったので勉強するために買わせてもらいました。お次はロビーが良品会館で一目惚れをしたゲーム、夢幻のごとく歴史タイガー RPG。 これ初めて見たタイトルなんですけども、後ろの絵を見て、なんで信長と森蘭丸が2人でそんな道中旅しとんねん、声ぐらいつけんかいやと思ってたんですけども、
なんと本能寺の変で生き延びた織田信長が裏で暗躍する壮大な歴史大河 RPG。 歴史大河イフは RPG ですね。これすごいね。本能寺の変で生きていた。おいおい、それはすごいなと思いきや、ちゃんと原作の漫画があったんですね。これ表紙に書いてますね、原作。びっくり。はい、次はこちら。ゲオ東大阪花園店で買ったゲームではなく、ゲームサントラ。スターブレードです。あはは、スターブレード。ほとんど曲は覚えてはないですけど、目についたし安かったので購入。お安いですね。案外今聞いてみたらいい曲だったりするんだよ、ゲーム音楽っていうのは。はい、こちらは栗林みなみのアルバムですね。先ほどの CD のすぐ隣にあったので値段も安かったし、ついでに購入。君が望む永遠とかマブラブのオープニングテーマとか、その辺いいよね。ゲームのオープニングを歌っておられる声優さんですかね。エロゲとかね。ははい、続きましてルパンのサントラ。ルパンザサ。ルパンのサントラ普通にジャズ調で軽快に聴けるから、お酒飲みながらとかですごい合うんですよ。もしかしてドライブ中にも合いますか。ドライブ中にも合うし、その場合は追われるイメージしかないから。はい、こちらはゲオの河内小坂駅前店よりレンタル落ちで安くなっていた青足。これは普通に古本屋さんなどで買おうと思ったら一つ300円はくだらないと思うんですけども、生で買ったっけ。一冊50円です。超お買い得。ちなみにそこまでダメージはないですね。ダメージもないし、強いて言うならば右上にシールついてるけど剥がせばいいぐらいのレベルです。はい、レンタル落ちコミックはお買い得です。すげえ。はい、この辺りからは古本市場東大阪店での購入品です。ハイパースポーツ2002ウィンター。ウィンター、こちらなぜかコナミから発売してるのにハイパーオリンピックの名前は関してはいないんですけども、なんとこのゲームやばいのが、ダウンヒルやボブスレーなどが2人同時対戦できます。2人同時対戦ができます。どんなゲームやね。タイムを競うのではなく順位を競う。なかなかの名作の予感がする。新しいオリンピック種目ですね。続きましては Xbox 360よりダンテズインフェルノ新曲地獄編。はい、地獄編。これ当時から知ってましたけど、なかなかやる機会はなかったんで、この機会にね、お安かったんで買ってみました。はい。ゲームとしましては、まあボタンを連打してスタイリッシュな動きの出る、まあ定番なアクションゲームですね。ただちょっと違うとこといえば、こんな見た目ですけど、この人十字架で悪魔を浄化させながら戦います。悪魔の方や。悪魔の方、なかなか面白いですよ。続きましてプレステ2の探しに行こうよ。探しに行こうよ、こちら RPG のようですね。見たことないタイトルだったので、まあ500円ぐらいだったんで買ってみたんですけども、残念ながら起動がしませんでした。まただわ。ちょっとね、起動がしなかったんで、どんなゲームかは体験することができず、残念。残念。はい、次はビオラートのアトリエです。こちらはジャンクのワゴンコーナーから200円で発見してきました。まあ理由としては特に痛みはないんですけど、パッケージ裏面のバーコードはなぜかマジックで黒塗りにされてたので、そういう理由なのかなというところです。こちらはパッケージのね、ビオラートがなんかこんな見た目なので、おとなしいキャラクターなのかなと思いきや、遊んでみたら活発な妹キャラだったんで、あーやっぱりゲームってパッケージだけ見ても印象全然違うんだなというのがよくわかりました。こちらの購入品などは毎週日曜日の21時からロビーとごっさんのゲームファクトリーのチャンネル内のライブ配信にて遊びつつ紹介していますので、興味のある方はご視聴ください。ご視聴ください。以上、ゲーム巡りの旅東大阪編でした。でした。次はどこへ行こうかな。行こうかな。お相手はロビーとおっさんでした。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。さよなら。